大学入試センター試験の IC プレイヤー IC プレイヤーは大学入試センター試験の英語リスニング試験専用の機器およびその試験対策用の機器に対する一般的な故障また稀にデジタルオーディオプレイヤーの別称として用いられることもあるここでは主として大学入試センター試験に関するものを取り扱う大学入試で用いられる IC プレイヤーは ハードウェア的には再生に特化したデジタルオーディオプレイヤーであり、録音機能も備えていない。また、メモリースティックを挿入し電源を入れた後の再生は一度きりとなっている。ボタンも電源ボタン、確認ボタン、再生ボタンの3つのみであり、すべて長押しで作動するようになっている。大学入試対策用のものも基本的に同じ性能であるが、こちらは繰り返しの再生や、 早送りなどが可能となっている。なお、類似する故障に IC レコーダーがあるが、こちらは、録音を主な目的とした、機器全般の故障であり、用途は本質的に異なる。2006年、センター試験において、IC プレイヤーの不具合により試験中のトラブルが発生し、マスメディア等で報道された。以降、IC プレイヤーの不具合は2009年まで、 毎年報告されている。利用の実際については、大学入試センター試験英語についても参照。例えば、パナソニックデジタル IC プレイヤー WZ、DP150 など。生前説に立っているセンター部長、謝罪なし、共同通信、2006年1月22日平成21年度、大学入試センター試験英語リスニングにおける。 回答中に不具合等の申し出があった機器の検証結果等についてありがとうございます。